はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日の、動画なんですけれども、今回はココイストさんからいただきましたサテンマグネットシリーズというマグネットジェルをご紹介していきたいと思います。まあ、ここ最近マグネットの粒子がめちゃくちゃ細かいものが結構流行りだと思うんですけど、今回のそのココイストさんのマグネットも超微粒子の、マグネットジェルになるそうです。はい、ぜひ最後まで見ていってもらえますととても嬉しいです。それでは早速動画いってみましょう。どうぞ。はい、ということで今回、ココヒソさんからこちらの新しいねサテンマグネットというものをいただきました。ありがとうございます。左からやっていきましょう。17、18、19、20、21、22、23ということでやっていきましょう。これ誰かあの麻雀の、私麻雀やったことないから知らないけど、これ麻雀の時のあれなんていうの、全然用語とか何も知らないけど、それみたいって言われて本当だーってなった。ボトル立てる時の私の仕草が。はい、じゃあやろ。春の新商品第2弾、サテンマグネットシリーズ。サテンのように艶めく超微粒子マグネティックジェルがココヒソより新登場。うっとりするほどのウルツヤ、ウルトラグロッシーと一緒に使うことでより長くツヤ楽しめますよ。ウルトラグロッシーってあのノンワイプトップのことですね。3月8金曜日から発売だから、オンラインショップはね、そうやって書いてあります。じゃあまず1つ目、こちら17番、キャメルサテン。私オイル塗っちゃってて手に開けれずに、ちょっと待って、全然開け、開けれなくて、もう撮影やめようかと思うぐらい開けれんかった。開けれた。指紋つきまくり。あー、こういう感じね。なんかパールっぽい感じ。わかります?こんな感じですね。下のここの色に似ちゃってるね。はい。キャメルサテンだって。じゃあ、とりあえずこれに塗っていきまーす。こんな感じだそうです。なんかチップが汚れてます。チップになんか繊維がついてます。こういう微粒子系のやつってちょっとでもホコリとか入ってるとすぐ分かるんで、で仕上がりに影響してくるので、なるべく見つけたらね、取り除いてください。で一度塗りでいきますね。私基本マグネット一度塗りなんで、いつも。はい、そうしましたらギュインギュイン動かしていきましょう。うわ、わかる?全然ピント合ってくれてないけど、わかる?うわー、楽しい!見てー!綺麗!めっちゃ綺麗やん。動かして遊びたくなる。ちなみに、私が今使ってるこのマグネット、なんだろう、めちゃくちゃ強力なマグネットってわけでもないんですけど、こんなに動くよ。めっちゃ楽しい。ほら、このシルキーな、なんか、ツヤっとした感じが、いいんだろうね。サテンってことなんでしょうね。うわ、これ楽しい。ちょっと待って、いろいろやってみよう。これうねうね系、これうねうね系ね。はい、で真ん中に厚、これ結構なんだろう、マグネットジェルってこう、ちょっと光らせ方失敗したなと思ったら一回ちょっと私鳴らすんですよ。その方がまた綺麗にできるから。これでもそんなそれしなくてもめっちゃ動かしやすい。ほら、これ真ん中に集めるパターンね。うわ、すっごい面白い。すっごい面白い。グオングオンするね、君。ちょっとごめんね、こうするよ。先端に当てるパターン。で、この光るところと光らないところの色味が分かるように、ちょっと片側だけに寄せますね。で、塗り心地はめちゃくちゃサラサラでもないんですけど、もったりもしてるわけでもない。程よいテクスチャーです。超可愛いんですけど。うわー。うるさ、うるさ、私。こう、こう、かわいい。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しいです。はい、じゃあこれで硬化していきます。あー、すっごい楽しかった。じゃあ次いきます。もうすっごい楽しくて疲れちゃった。今度18番、ローズサテン。赤っぽいのかな?あ、落ち着いた色。赤は赤って感じなんだけど。どう?ちょっと何色って言えばいいんだろう?赤っぽいけど、ちょっと茶色っぽさもあり。こういうチップが透明で、こういうのを塗りたい時の、この下のベージュいいかもね。でもピントが合ってくれないという。あ、なんかこれ、色結構薄めね。
はい、じゃあこれもグオングオンしてみましょう。グオングオン、ウィン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 、うわ楽しい。うるさい、めっちゃ綺麗よ、ほら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 、しかもめちゃくちゃ動く、ほら、ウィン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 。でもこのなんかよくわからん光らせ方も可愛いかも。ちょっとこうするか。はい、可愛い。じゃあこれも硬化します。これなんか茶色っぽいね、雰囲気。はい、続いてがこちら。SM19、モーブサテン。パープルっぽいってこと？ちょい。そうね、くすみパープル。ちょっとグレーっぽさもあるね。綺麗。いいね、なんかちょっとくすみ系なのかな。もうほんとこういう新商品とかもう、まあ、全部か、全部だわ、うん、全部好き私、このネイルやってる時、まあ、でも新商品は楽しいよね、なんかワクワクしちゃう、まあ、デザイン作ってる時もワクワクで合ってんのか、楽しい、出来上がるものが何か分かってたとしても。ああ、かわいい、落ち着いたパープル。でもやっぱこのまま使っても可愛いね。グオン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 。めっちゃ可愛い、これめっちゃ綺麗。めちゃくちゃ動く、しかも。すごい強力なマグじゃなくても大丈夫。もうめちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ奥行き出るね。なんか最近やっぱこういう系流行ってんですね。なんか、チュルン、ブルーンみたいな。奥行き感すごい。はい、硬化します。はい。こちら。次は、20番グレージュサテンでいいのかな、グレージュじゃない、綺麗だな。はい、じゃあやりましょう。よくこう今回のこのココイセさんのマグネットジェルめちゃくちゃよく動くからスッスッスってできるんですけど、動かないやつとかあったりするでしょ、ああいうのだともかく難しかったですよね。まあでも動かないイコールジェルもそんなにサラサラ柔らかい感じでもないからそんなに動かないのではとも思うけど、グレージュだ、綺麗。なんかさ、全体的にマグネットの色はシルバーっぽい、白っぽいやつなんだね。でジェルに色がついてる感じがします。はい、じゃあ硬化します。はい、続いてこちらチョコレートサテンです。茶色だね。はい、茶色です。さっき私何言おうとしたかな、ああそう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 、あの感想全然言ってなかったわ。多分ジェルに全部色がついてて、マグネットの色はついてるわけじゃなさそうだね。なんかいろいろありますもんね。マグネットに色がついてるパターンと、マグネットの粒子に色がついてるパターンと、ジェルに色がついてるパターン。まあ、どのメーカーさんもだと思うんだけど、多分どっちのパターンも出してるとは思う。ココイソさんもあるはずなので、前ご紹介したね、たくさんカラーあったと思うんですけど、いろんなパターンあったでしょ？めっちゃ綺麗なやつ。はい。いいこの色、茶色。秋っぽいね。はい、いいです。ありがとうございます。硬化します。はい、次がアプリコットサテンです。なんか美味しそうな名前だね。この辺は。そういえば、あの、全然違う関係ない話をするんですが、以前ね、私の動画で、私がなんかスコーンを何入れたらいいかなみたいなお話ししたときに、たくさんのスコーンへのコメントをいただきました。ありがとうございます。すごいいろんな案があってね、参考になりました。ありがとうございます。でもうちの子チョコレートしか食べないんだ。甘いのが好きなんだ。じゃあそこからな、あの、あれだな。しょっぱい系も美味しいよというのを植え付けていかないといけないんだな。はい。で、アプリコット。なんか、何色って言えばいい？アプリコットって感じ？どういう感じ？なんか茶色でもない、オレンジでもない、ピンクでもないっていう、なんかそのあたりの色なんですけど、ベージュみたいな。肌なじみのいいベージュ系。これいいね。とっても肌なじみ良さそうです。マグネットしたいけど、ちょっと派手なのはっていう方は、こういうそのサテン系、サテン系って言えばいいのかな？こういう系のマグネットにこういう色味だったらいいのかな？うわ、綺麗。はい、硬化します。はい、次が最後、ホワイトサテンです。シルバーってこと？あ、シルバーじゃん。でもどうなるんだろう？
ちょっと待って、ハケがなんか一本ピンってなってる、寝癖になってるよ。ちょっと寝癖になってるのを使おう。こういうのはね、あの後で切っちゃえばいいんでね。ちょっとこの上だと全然見えないけど、見えます？あ、ジェルの色自体はクリアね。なるほど。じゃあこの子はあれだ、この子はあれよ、上からカラー重ねれる系だよ。まあ他のも重ねれるんだけどね、別に。まあ色がないと捉えて、あの自分の好きな色に変えれる。これは上に色重ねればクリア系の。ココイソさん、クリア系のカラー発色いいやついっぱい出してるからね。さあ、じゃあこれはシルバーなので、はい、こんな感じで硬化していきます。はい、ということで全部トップ塗り終わりました。どうですか？一応左から順番にやった、この順で並べてます。こういう感じですこういう感じです。なんかしっとりしてる感じって言えばいいのかな、シルキーな感じって。で、一回ちょっとまあ乗せてみるか。一応なんかジェル自体に一応色はついてるから、めちゃくちゃ色が邪魔するわけでもなさそうだね。これがキャメルサテンで、次が18番ね。これでもピンクっぽいね。赤かなとか一瞬思ったけど、こうすればいいか。これはくすんでる、ちょっと暗めのパープルって感じですね。で、次20番。グレージュサテン。綺麗。なんかずっと見ていたい、私は。ちなみになんですが、前も言ったんですけど、こんなにマグネットあるのに、お客様がこれしたいって言ってね、持ってくる画像とかの参考画像のマグネットの色がね、一向に、あるってなったことがない。私持ってるってなったことがないです。はい、今のがチョコレートですね。はい、で、次がアプリコット。こう、アプリコット結構いいな。なんか、ピンクじゃないけど、オレンジじゃないけど、茶色じゃないけど、みたいな色。なんで私の関節にピントが合ってんの？ここにゃ。ちょっと！これなんかすごい肌馴染み良くないですか？で、最後がこのシルバー。これがね、一番なんか、使える色を上に重ねればいけるのよ。例えばこうシルバーっぽい白っぽいのを最初にマグネットでこうやって塗って動かして、で硬化する。でその後にクリア系のカラーをのせれば、その色のマグネットにはなる。マグネットの光がちょっと弱くはなる気がしますけどね、まあ、でもいいよねこれあると。はい、でこんな感じでした。私が持ってるココイソさんのマグネットはこういう、こういう、これはさ、なんかまあジェルに色がついてたり、マグネットの粒子自体に色がついてたりっていう。あれ？これ違うね。これと比べると結構粒子違いますよね。ちょっと1個しか持ってこないけど、だいぶ細かい粒子になってます。今流行ってんだね。でこれは粒子粗い系。私でもこっちのちょっとつぶつぶしてる粒子もね、結構好きなんです。で、メーカーさんは違うんですが、アイリーとレム、まあ H バーズさんのやつだね、のサテン、サテンじゃない、シルキーマグかな。これとこれそっくり。グレージュ。まあ、やっぱでも微妙に変わるね。あ、でも、アイビーのシルキーマグよりも、こっちのサテンマグの方が粒子が細かいですね。この、パープルっぽいのとか、このシルバーっぽいのとか、あとベージュっぽいやつはちょっと似てますね。はい、かわいい。で、H バーツさんのレム。はい。これも一応、なんか、サテンというかシルキーというか、一応そんな感じ。色が強いですね、こっちの方が。で、こうやって比べるけど、どうかな？多少、今回ご紹介したココイソさんの方が粒子が細かい気がします。はい。と、まあこんな感じでね、今回はココイソさんから新しく発売になったサテンマグネット7色ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？すっごい可愛い。はい。で、あとは今回ね、今回のジェルとは関係ないんですが、ここの下の色も変えてやってみましたけど、いかがでしたでしょうか。はい。何かあればアドバイス等々ください。はい。じゃあ、もしいいなと思えば、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。